夢広に新しいお店が仲間入り。素材や仕立てにこだわり、革本来の風合いを長く楽しめる日本製レザーバッグの専門店がオープンしましたよ。早速行ってみましょう。それでは週刊みひろナビスタート。週刊夢広ナビ。夢タウン広島1階に9月14日にオープンしたマルメロビアジェン。使い込むほどに愛着が湧く本革バッグのブランドショップ。明るくポップな雰囲気の店内には、高い技術を誇る職人の手で一つ一つ丁寧に生み出されるオリジナルアイテムをはじめ、国内外からセレクトしたバッグがたくさん。シンプルなデザインで革本来の風合いを味わえるバッグ、そのぬくもりをぜひ手に取って感じてみてくださいね。柴田さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マルメロビアジェンオープンおめでとうございます。ありがとうございます。早速なんですが、はい、このたくさんあるマルメロのバッグの中から柴田さん一押しのアイテムをご紹介いただけますか。はい、私の一押しがこちらの格子の柔らかい革を使ったボストン型のバッグで、手入れも楽で扱いやすい、長く使っていただけるアイテムになってます。コロンとした丸みのあるボストンタイプのバッグ。このまま手提げバッグとして使ってももちろんキュートなのですが、両サイドの耳の部分を外すと、隠れていた金具に付属のベルトを取り付け、ショルダーとしても使える優れもの。サイズの割に容量があるので旅行先でも活躍しそうですね。柴田さん、レザーバッグブランドマルメロのおすすめアイテム、続いてはどんなバッグでしょうか。こちらがですね、普段使いしやすい卵型のバッグなんですけど、カラーとかサイズがお選びいただけて人気のアイテムになってます。女性らしい丸みのあるデザインのトートバッグ。上質な手触りで軽くて丈夫なバングラデシュ牛革を使用し、裏地にはインパクトのあるカラーを取り入れ、開いた時にも明るい印象に。2サイズ、それぞれ7色展開でバリエーション豊富なので、毎日使うお気に入りバッグにおすすめです。マルメロビアジェンでは、素材と仕立てにこだわったマルメロにしかできないアイテムを多く取り揃えております。夢タウン広島1階にオープンしたマルメロビアジェンで皆様のお越しをお待ちしております。